はい、キーチャンネルです。今回も引き続き、瀬口さんに来てもらってます。よろしくお願いします。まーす。新潟は、ちょっと地震は能登半島地震は影響なかったの、はい、いや、結構揺れたって聞きましたよ。え、もうその時にはいないっけ？年始だったじゃないですか。なので、実家の方に帰ってたので、被害に遭ったというか、その場にはいなかったんですけど、まあ、新潟にいる選手に聞くと、結構揺れましたね、うん、話は。ね、なんか、X で、能登半島地震の写真に、瀬口選手らしき人が写ってたけど、みたいな、はい。のがあるんだけど、それは新潟もなんか被害が出たんですけど、で自分が住んでた、まあ、もう新潟離れたんで言いますけど、新潟市西区ってところがあるんですけど、そこの家の周りも結構被害出てて、あ、これ大変だなと思って、でもうその頃にはもう選手辞めるって決めてたんで、案外時間があって、その帰った頃ぐらいにボランティアを募集を始めたんですよ、新潟市が。まあ自分自身も2018年、実家が水害にあって、まあその時にこういろんな方に助けてもらったっていうのがあって、まあ町としてもそうだし、まあそういうのを知ってるから、まあできることないかなってボランティア参加してきたんですけど、たまたまその風景を抜かれたんですよ、テレビ局に。で、まあマスクとか帽子とかしてたんで、バレないかなと思ったんですけど、サボタンにバレちゃったっていう話ですね。それはセグ一人で行ったの？一人で行きました。いや、それはすごいね。あなたすごいよ。セグ、新潟の開幕戦は見たの？はい、はい、見ました。応援っすよ。まあ、知ってる選手もいるし、まあみんなに頑張ってもらいたいなっていう気持ちもあるし、チームとして、うん、今年は優勝目指してやるって言ってたんで、まあ監督もそう言ってたし、そこに向かって、まあ多分みんな頑張ってるでしょうから、その目標を達成、できればいいなって思ってます、本当に。まああとは岡山とカテゴリーが違うんで、今は応援できます。そうだな。まあ来年岡山が行くでしょうか。そうなったらまた考えます。特別可愛がってた選手とかいないの？アルビレックスで、新潟で、なんだろう、居残り練習一緒にやってた谷口とかが開幕戦すごいシュート決めてくれたりとかしたんで、それ嬉しかったですね、やっぱり。え、去年はあんま出てなかったってこと？まあ出て怪我してみたいな、でこうまあ不完全燃焼な感じで終わってたんですけど、最後まあ来年に向けてシュート練習いろいろしますとか言って一緒にこう取り組んでやってたんですけど、いきなり開幕戦点取ったんで、これは嬉しかったですね。まあ他に頑張ってもらいたい選手はいっぱいいるんですけど、まあ鈴木浩二とか年近かったし、まあ彼は得点を取らせられるフォワードだと僕は思うんで、それで得点が増えていくこともそうだし、まあ彼がその他の選手から得点を取らしたいってこう思われるような、まあ、集団になっていく、うん、多分おのずと得点ランキングも上の方に行ってチームをこうやっていくんじゃないかなと思ってます。え、なんかセグ今だから言える事件みたいなないの？まあ軽めのやつだったら1年目の時に JFL のサヌキの時に居酒屋でバイトしてたんですよ。夜遅く帰って、次の日必勝祈願だったんですけど、めちゃくちゃ寝坊して、出発まで何分前だった ?30 分前ぐらいだったのかな、うん、に起きて、うん、やべえなって、で、スーツとかバーって持って、で、高速ぶっ飛ばして、でもほんと1分前とかぐらいに、その集合場所ついて、うん、で、まあスーツとか着るじゃないですか。でもその時あるもんをパッて取ったんで、で、ソックスが、その時、グレーのユニフォームだったんですけど、そのグレーのユニフォームのソックスが履いて、そのまま必勝祈願行って。いや、見えないんですけど、うん、まあ、裸足に、靴脱いで、なんかこう、入ったりするじゃないですか、こう座って。あ、こうやって。あるあるある。
前、それはもう試合のソックスだろって言われて、そんなまあ事件はありましたね。ああ、まあ確かにあれ裸足っていうか靴下見えるからね。はい。いやまあでこっちはもうとりあえず時間に間に合うことが先決だと思ったんで、っていう話、軽めの。俺多分どこも行ったことないよ。まあうどん屋巡りぐらいですか。じゃあ近くの。もううどん屋とかも固定だし。筑西とどこっすか。有屋と上原。ああ、この三つっすね。ああ、の三つ。美味しいっすもんね。いやーね。鉄板っすか。いや鉄板だね。マジで食いたくなるわ。本当にうどんの修行行きたいぐらい。うどん屋したいぐらい自分で。近くでやってくれって思う、本当に。新潟にも、その、香川のうどんを利用した人が出したうどん屋があったんですよ。で、そこ近くにあったんでよく行ってたんですけど、あの木のポスターとか貼ってありましたよ。マジで？すごくないそれ。なんか嬉しくなっちゃったっす。ねえ、そりゃそうだよね。はい、そのうどん屋、他の選手も行くの？他の選手は行かないんじゃないですかね。ちょっと、まあ僕、家の方だったんで。瀬口の。はい、秘密の場所じゃんな。え、向こうのうどん屋の人は気づく？いや、最初気づかなくて。で、僕このチームいたんすよ、みたいな。え、そうなんすかつって言って。で、調べてくれて。今あるいるんすかみたいな感じになって。応援してます、みたいな感じ。で、香川の番組で、うどん遍路ってあったじゃないですか。うどん屋回る。ああ、あるある。奥田さんってアナウンサーわかる。うん、わかるよ。来てましたよ、そこのうどん屋。え？その店長が教えてくれたっす。多分、新潟のアナウンサーの方と一緒になんか来たっぽいかな。取材で来たわけじゃなくて？普通に来たんじゃないですか。テレビでもないのに。こんなとこに来てると。はい。すごいよね。え、新潟はこの時期とかどうしてんの？この時期は雪降ったら、去年とかだと J ビレッジ行ったりとかしてました。J ビレッジは何？雪降んないの？雪降らないみたいです。降らないとか、積もらないですね。寒いけど。まあ一日だけだったら室内でやったり、うん、ユースの選手とか、うん。新潟の医療福祉大の選手とかが、うん。雪かきしてくれて、そこで練習させてもらって、みたいな。YouTube 前回流しさせてもらって、インスタとかにも来てくれて、頑張ってもらえるよう、なんか、応援してますって伝えてくださいみたいな。でもなんか、ちょっと幸せだね。いいよね、最後なんか、新潟で、あったかい、新潟で終われたってことはね。DM 来るって、新潟サポです。瀬口さんによろしく伝えてくださいみたいな。いや、俺に来るのって思いながら。じゃあ、こちらにもいっぱい届いてます。ああ、そう。いいよね。とりあえず3年間愛されて、応援してくれて、はい。挨拶もでき、引退して、次は岡山だけど、まあ、次の、ね、はい。仕事があるってことは、人間性がいいってことだよ、セグ。人間性はどうかわかんないですけどね。だって、周平、松原。あいつと、ああ、松じゃないですか。そうそうそう、松戸。セグとか応援してくれたって言って、うん、長く続けてるキーパーは性格がいいっつって。あ、本当ですか。ああ、まあまあみんなそうっすよね。いい話、はい、いい話が聞けたよ、だって。じゃあセグまたなんかいろいろ状況が変わったりしたらまたお願いします。本日はセグチさんに来てもらいました。ありがとうございました。ありがとうございました。